はい、皆さん、おはようございます。今日はですね、もうちょっとサイズがあるみたいなんで、なんかそこでですね、まあサーフィンしていきたいと思います。まあ波次第なんですけど、もしかしたらもうちょっとアウターのね、なんかいい場所があるらしいんで、そこでサーフィンしていけたらしていこうと思います。昨日の夕方とはね、だいぶ違って、朝一はやっぱりガラガラですね。5時47分です。うわ、めちゃくちゃ小さいですね。ちょっと厳しいな、今日は。ココナッツ危ないよ。これたまに上から落ちてくるらしいんで、ちょっと下にはあんまり座らない方がいいみたいです。こんばんは。こんばんは。はい、今からこちらの方たちにサーフスポットに連れて行ってもらいたいと思います。はい、ということで今日はこういう感じで行ってます。ローカルの人が後ろに乗ってますね。今日は僕のこの、シートのない車に。これ行けるかや。行けるよ。行ける。大丈夫？大丈夫。 So no police here? No. Oh, the city, only city. Okay. ここには警察はいないみたいです。How are the waves? It's good? Yes. はい、この波の感じはね、かなり速いですね。なんかまあチャンネルがここは入ってないらしくて、まあテイクオフしてね、ワンアクションぐらいできたらいい感じぐらいの波の速さです。はい、それではですね、今日の水質チェックをしたいと思います。それにしてもちょっと波が難しすぎます、僕には。めちゃくちゃ速いですね。チャンネルが入ってないんで、ほんと。腰からセットが入ってきてます。浅いですね、あそこ。フィリピンでね、サーフィンできて本当に良かったと思います。海も綺麗で景色も綺麗ですけど、
やっぱりこう結構一直線に割れていく感じなんで波選びがかなり難しいです。変に深追いすぎてもなんかフィンとかなくなるぐらい浅いところあるんで、なんかお疲れ様です。はい、どうですか？波どうでしたか？波はね、めちゃくちゃ速いです。シャワールームがすごく狭いので、こんな感じで洗って乗ります。What about room for rent? なんかあるのかな？あるよ、いっぱいあるよ。はい、ということでね、あとはこれを、はい、こんな感じで、まあ毎日僕はシャワーを浴びてます。ダスクちゃんもこんな感じでやってます。すごい渋滞ですね、街の中が。使いたい、少し行き過ぎです。あなたこのダメよ。ミッキーマウス、バイミー。 You're too old for that。 25歳でそれ持ってたら変態になります。たまない、たまない、たまありません。メイクイッマティ。はい、ということでマティのベイウォーク公園に来てみました。これはね、ダスキちゃんの大学時代の友達でね、なんかここの町のインフォメーションセンターで働いてる方がぜひ行ってブログに載せてくれってなんかメールが来たんで、ちょっと行ってみて見てみました。こんな感じですごくね綺麗な公園です。この近くには、この正面にはですね、まあ、湾がありまして、あちらの方にはたくさんのね、まあ、バーとか屋台のようなものが並んでおります。天気がね、あいにくの曇りなのでちょっと残念です。さすきちゃんどうですか、マッティ？面白いね、ベイウォーク。すごいパーク、すごい綺麗。今工事が行われてるみたいなのでね、ちょっとまだなんて言うんでしょう、手入れがもっとここに入るみたいです。はい、こちらがですね、ベイウォークパークから見える景色になっております。いっぱい食べます。あー、マンゴフローズ食べたい。いっぱい食べます。これはめちゃくちゃ大きいですね。これで200、300円ぐらいなんでめちゃくちゃ安いです。こちらはね、60ペソでバイワンゲットワンなんで、ハンバーガーが2つついてきます。はい、ということでベイウォークパークの目の前にあるフードコートでご飯を食べてきました。全部でおそらく300ペソ、全部で300ペソです。日本円で700円ぐらいお金を使いました。もうね、夜の分まで買えてめちゃくちゃ満足です。とりあえずめちゃくちゃお腹も張って最高でした。よくよく考えてみたら、多分今まで行った
マーケットの中で一番良かったと思います。値段もね、安くてボリュームもあって。ここターンレフト、まっすぐ、ボリュームもあって値段もあって清潔感もすごくあって、フィリピン、ミンダナオ島に旅行に来られる人はぜひ行ってみてください。本当に安くて美味しかったです。Red Horse 120 plus 10 deposit and water here is 25 peso. How much is one ice? One ice. Three peso. この動画はフィリピンダバオから。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。